お世話になります。ひとりでございます。今回は夢特製のエアームドを捕まえていきたいと思います。今回ご紹介する場所は一つのみで、他にも出現する場所がありますので、あくまでも一例としてご覧いただければと思います。で、私自身まだ捕まえてないので、検証しつつやっていく形となります。それでは行きましょう。まずは掘り出し親父のところまで来ましたら、そしたらこっちにまっすぐですね、まっすぐ行きまして、そしたらこの丘みたいのがねありますので、ちょっと坂を登っていきます。ちょっと敵がいるけど、はい、登っていきまして、そしたら左ですね、右に橋ありますが左に行きまして、それでちょっとこの階段のあたりで右ですね、そうすると橋がございますので、橋を渡って、それで洞窟にインしていきます。ファイトケーブですね、ファイトケーブに入りましたら、この丘じゃないこの坂を登っていきます。ずっと登っていって、そうするとポケモンの巣がございますので、そこですね、1個なので非常に分かりやすいかと思います。ここで出てくるとのことです。まあとりあえず枯らしときましょう。で、鎧の孤島では夢特性は紫の柱を出せばほぼ確定で出せるみたいな情報がありますので、紫の柱を出してねやっていく形となります。で、紫の柱の出し方については、まずここでレポートを書きますと。で、書いたら願いの塊を入れてきます。投げ込みますから、はい押して、レポートに記録しますから、はい押した瞬間にホームボタンを押しましょう。それでこのホームボタンでホームに戻ったら、ここで2回連続ホームボタンを押してですね、柱の色を確認していきます。今赤色が出たのを確認できたと思いますので、赤色だったらリセットしていきます。これを紫の柱が出るまでひたすら何回も繰り返してやっていきます。はい、紫の柱出てきましたね。で、紫の柱出てきましたら中身を確認しまして、こいつは違いますので、みんなで挑戦をやってですね、ここの場面でホームボタンを押して、設定からですね、本体日付と時刻で1日進めて戻っていってやめるですね、これを押して時渡りバグですね、いわゆるそれをやってポケモンの中身をね変えていきます。あ、それで一発で来ましたね。ですのでこいつ捕まえていきたいんですが、この時点で1回やめるを押してですね、必ずここでレポートを書いておきましょう。もしこれレポート書いてなかったらどうなるかと言いますと、願いの塊を入れた最初の時点まで戻ってしまいますので、もし負けたりしてリセットして再戦とかした時にすぐエアアームドと戦いますので、レポートを書いていくことをおすすめいたします。それでは行きましょう。一人で挑戦行こう。うわ、いいね。ただちょっと見にくいな、羽とかがさ一本線に見えるねこっからだと。で、ずっと飛んでる状態なんですね。ホバリングじゃないですか、すごいね。オッケー、砕ける鎧ですね、やっぱり。ですので紫で夢特性は確定ですね。はい、電光石火で倒していく。オッケー、余裕っすね、倒すの。よし、余裕でゲットさせていただきましたね。で、アイテムについては、KK アム XL、 鎧鉱石3個、銀の王冠とかいう普通のやつですね。特になんか変なやつはないというね、残念ですね。まあそれはいいですよ。はい、ということでエアームド見ていきましょう。4V ですね。まあこれはしょうがない、いいよ、気にしない。はい、57レベルのエアームドゲットでございますと。で、砕ける鎧夢特性ですね。物理技でダメージを受けると防御が下がり、素早さがぐーんと上がるということで、これなかなかいいっすよね、本当に。なんでこういう人気のポケモンは夢特性いいやつ多いんすかね。で、技は翼で撃つ、切り裂く、メタルクロー、ブレイブバードでございますと。まあ一般的な技ですね、すごく。で、慎重な性格でファイトケーブであったということでね、いいんじゃないですか。はい、ということで今回夢特性のエアアームドをゲットさせていただきました。場所はですね、ファイトケーブの多分1個しか巣ないですかね、まあこの辺りでございますと。もう普通に紫の柱出しさえすればね、余裕ですぐゲットできますので、皆さんもぜひゲットしてみてください。つか一つ思ったんですけど、洞窟にいるんだったら翼もったいなくね。